どうもー、影庵です。今日もね、5キロちょっとですね、ウォーキングをさせていただきましたということで、今日はですね、ちょっと走る前にですね、ちょっとこうお腹が空いてるというか、軽くお腹が空いてる状態でこうジョギングを始めてですね、走っていったんで、最初はね、炭水化物のエネルギーで燃焼エネルギーをこう使っていくんですけども、ちょっとそれがこう少なくなってくるとというか、脂肪を燃焼させてこうエネルギーにするという形になると思うんですけども、今日は早めにその脂肪が燃焼している状態になったんじゃないかなというふうにこう思っております。だからまあそのダイエット的にはこういいかなという感じなんですけど、ちょっと今日は疲れというか、そうですね、まあ疲れてるかなと。いつもよりは、まあ、足もちょっと張ってる感じもありますし、で金曜日のね、空手の稽古がちょっと祝日でなかったんで、その運動がない分今日はちょっとしんどいんかな、ちょっとわかんないですけど、そういう感じですね。まあでもまあいい感じで走れてはいると思うんですよね。タイム的にもそんな速くはないですけど、そんな遅くもないみたいな状態で、うん、でまた今から、空手の稽古ですね、こう稽古じゃないわ、肩の練習ですね、ちょっとやって、で今日の運動としてはそこで終わりたいかなというふうに思っております。で今日もね、まあ、なかなかこういい感じというかですね、うん、僕がちょっとこういうのが欲しいなと思ってたもんがこう偶然見つかってですね、でそれを購入することができたという、このなんか偶然なんですけど、うまいこと見つけられてですね、でそれがこう利用できる日があればねいいかなと思ってるんですけど、その辺は分かんないですけども、まあまあいずれにせよというか、まああのあれです、いい買い物ができたという感じですね、うんうん、ということでこの辺でいいかな、終わりたいと思います。じゃあどうもありがとうございます。